こんにちは、宇治天然温泉源氏の湯です、これは当店、おすすめ3月のベニヤ弁当ですね。ベニヤ弁当というのは、ベニヤ弁当の赤貝ですね。ベニヤ弁当というのは、このような、品が、6個ですね、6品ついた、豪華なお弁当になってるんですけども、その中で、今回はこの赤貝のぬたあえっていうのをちょっと食べてみようと思います。季節によって内容が変わるんですけどね、なぜこの赤貝かっていうと赤貝がやっぱ今旬なんですね。ちょっといただいてみようと思いますね。はい、いいですね。この、ぬたあえというのは酢味噌ですね。酢味噌と、じゃあちょっと、よいしょ、これを一緒にして食べてみようと思いますね。あ、いいですね。じゃあいただいてみようと思います。うん、いや、うまい。あ、これは美味しい。いや、これ美味しいですね。あのね、まずあの赤貝の食感とこの、ネギですね、ネギの食感がやっぱりこのコリコリとシャキシャキでいいんですけど、酢味噌が、もうちょっと僕も予想してなかったんですけど、酢味噌にしっかり味がついてますね。なんで、めちゃくちゃ美味しいですね。この酢味噌、酢味噌とこの赤貝の食感が絶妙に絡まって、いや、これはいいですね。ぜひ当店に来たらこのベニヤ弁当を頼んで、この赤貝のぬたあえちょっと味わっていただきたいと思います。以上です。失礼いたします。